国際テニス殿堂の入居するニューポートカジノ。現在も変わらない外見を残す。現在の国際テニス殿堂国際テニス殿堂は、テニスの歴史に名前を残した選手たちを記念するため、1954年にアメリカロードアイランド州ニューポートに設立された世界最大のテニス博物館である。設立者はニューポート出身の元テニス選手、ジェームズ・バン・アレンである。 国際テニス殿堂の博物館は、ニューポート市に残る19世紀の社交クラブの建物、ニューポートカジノに入居しており、7000点を超える名物品が展示され、長いテニスの歴史に触れることができる。殿堂内では、年間を通じて、数々のイベントも催される。殿堂入り選手のことを、英語の、エンシュライニーという語で呼ぶことからもわかるように、彼らは、 テニスの歴史に名前を刻んだ選手として、永遠に記憶されるべき人たちとして位置づけられている。第1回の国際テニス殿堂入り式典は1955年に行われ、第1回全米選手権の男子シングルス優勝者、リチャードシアーズを含む7名の選手が殿堂入りした。各年度の殿堂入り選手の選考にあたり、その時点で、すでにぶっこした選手も含めてきた。 例えば、スザンヌランランは、没後40年の1978年に、殿堂入りしている。毎年の殿堂入り選手は、最近では3月頃に決定され、殿堂入り式典は7月のウィンブルドン選手権、終了直後に開かれることが多い。殿堂入りは、選手のカテゴリーと、貢献した人物のカテゴリーがあり、後者の例として、スウェーデン国オーグスタフ語性が、 国内初のテニスクラブを設立した功績で電動入りしている。2010年にはブラッドパークスが車椅子テニス選手として初めて電動入りを果たした。1960から70年代にダブルスで活躍したボブ・ヒューイットは1992年に電動入りしたが、かつてコーチした教え子の女性に対する性的虐待疑惑が発覚し2012年にリストから除外された。 公式サイトでは、殿堂入り年代順、アルファベット順、国別などで選手を探すことができる。サイト内の選手表伝は、バドコリンズ執筆によるテニス百科事典をもとにまとめられたものである。2021年現在、260人が殿堂入りしている。ありがとうございます。